はい、どうも JB です。本日もプロスペースやっていきたいと思います。本日はプロスピ交換会の、1回目の結果が出てますので、まずはそちらから見ていきたいと思います。さあ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 、うわ、いやー、あ、胸、これマジ嬉しい。シリーズ1でも超嬉しい。あら、まあ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 、いいね。しかもレベルマックス OK、 ありがとうございます。パッパッパーさん、ありがとう。若月と増田はいらんな、大谷出してくれ。ですので、今回は2回目に提出する選手、まずは昨日の動画で言ってたセレクションの体制出します。で、ランダムボックスは、ランダムボックスはノムさん、マー君セレクションのノムさんですかね。で、2022交換ボックスではスパークコラボ桑原出します。いってらっしゃい。はい、では第2回、まあ同チームで高橋由伸欲しいところっすね。あとは持ってない選手、使いたい選手が来てくれたらと思います。ここからなんですが、俺の球場飯のイベントで来てます、俺の球場飯について話していこうと思います。まず皆さん、まあいろいろもうすでにやってると思うんですが、俺の球場飯ではまずコラボ選手っていうのを1人決めます。で、球場飯を作る際にコラボ成功で経験値がもらえ、コラボ大成功で特殊能力のレベルがアップ、または特訓レベルが1アップするっていう形です。で、まあ、今アグーを選んでるんですが、特訓レベルのアップする確率が 20% と、特殊能力がアップする確率が 7% っていう風になってますので、低ければ低いほどこっちが上がりにくく、成功で経験値がもらえるような形になってます。ですので、もう特訓全部上げ終わった選手とか、全部上げ終わって残りレベルだけっていう選手を入れてもいいのかもしれません。で、食材を手に入れて、手に入れた食材を使って球場飯を全部作っていくっていう形ですね。で、各、料理についてはレベル1からレベル3まで全部、このすべての、球場飯を作ればすべての報酬がもらえるっていう形になってます。で、この素材を集めるのはバトルをした後に報酬としてもらえる形ですね。だいたい、まあ、1つの、バトルで対戦相手3人のうち1人から選ぶことができるんですが、なるべく食材を持ってない相手を選ぶようにしましょう。今ですとこれ鶏肉だっけ。で、一番重要ポイントが、ここの特別ルールって書いてあるところですね。ここをオンにしましょう。で、そうすると今回ですと、自分のピッチャーを操作するときはチビサークル。で、バッターのときは変化球の嵐が来るような形で、ちょっと難しくはなってるんですが、素材集めをするための報酬としては、これ特別ルールをオンにしといた方がより良いものをもらえますので、ここは絶対オンにしときましょう。打ちました。取って。こうしてなおもその点差を広げていこう。抜けた。セカンドランナー帰れば追加した。まあそうですね。いや、引っ張った。ファースト取って。手に入れた食材を使って料理を選んでいこうと思います。最初はまだ作ってないやつはどんどん作っていくようにしましょう。で、低いレベルの食材を使えば、まあ、おのずと低いレベルの、球場飯が作れます。で、星3だけの素材を使って作ると、星3のものもできます。はい、コラボ成功、経験値アップ。大成功じゃなかったな。で、今みたいにアグーだと、コラボ成功したので、1500経験値が入ってるっていう形ですね。ただこれは一番上の食材じゃなくても、成功する時もあるんで、それはもうやればやるだけどんどん選手が育っていくっていう形ですね。まあ、その、あ、
飛ばしちゃったと。ここで作れるものがなくなった。これで今10種類の、球場飯が作れました。ですので63種類全部作るようにしましょう。で作った種類全部作ると S ランク特訓コーチで、作った球場飯のポイント累計ポイントが3300までいくと S ランク契約書もらえますので、ここまでは絶対にやるようにしてください。ただもう3300いったとしても、これは選手を育てるイベントとしてはかなりおすすめなイベントですので、 V ロード回るよりかは育つんじゃないのかなと思ってます。ですのでここ最近のガチャであったりとか、イベントとかでもらえた選手を育てるタイミングとしてはかなりいいものが来てくれたのかなと思いますので、V ロード進めたい方、そうじゃなくても他にやることがないなって方でしたら、この期間はずっと球場飯やってもいいのかもしれません。今回の動画につきましてはここら辺にしようかなと思っております。下以降も、まだまだプロスピ交換会を引き続き続いていきますので、提出選手紹介していこうと思いますので、チャンネル登録してみてください。今回の動画が良ければ、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。